はい、さらわれた薬草師やってきます。普段ですね、実況はなしでやってるんですけど、今回はちょっとテスト的にやろうかなってことで、はい。新生騎士団の話ですね。雷の主ね。ローズは、これが、今回の仲間になるキャラですね。ローズとリクラが2人でいるっていう話みたいですね。ちょっとさっきも見たはずなんですけど、詳しく読んでなかった。軍人じゃないんだよね。フラグ。死亡が、死亡フラグバリバリじゃねえか。マンドラゴラね。マンドラゴラは死ぬときにちょっと大ダメージ与えてくるんで、結構危険ですね。はい。で、まあ今回はこの3人ですね。で、これがローズかな、多分。すごいはしゃいでるのが多分ローズですね。で、このまあマンドラゴラは、なるべく、倒したいんですけど、ローズがいる、ってかこれローズだよね。これ認識が合ってるかわかんないですけど、ローズがいるとちょっと回復してっちゃうんで、なかなか倒しづらいっていう。ちょっとこの遠目だとわかんねえな。ほい。で、まあ今回はちょっとパレスのスキルで倒していこうかなって感じです。スキル使っていこう。これでね、攻撃力1570という化け物じみた攻撃力になるので、これでまあ回復しても結構削れると。はい、1体倒しました。ちょっとね、3体最後に動き始めるんですけど、3体一気に来られると、ちょっと王子が死んじゃうんで、まあ、早めに1体だけ倒すというね。まああとは、普通に、最後スキルだけ使って終わりですね。はい、最後ね、ローズが動き始めましたと。で、マンドラゴラも、こう、順次動き始めるので、まあ、そろそろスキルを使っとこう。まあ、そんな、なんか、使う必要もあるかわかんないけど。一応ね。はいはい。で、マンドラゴラと。こいつが結構食らわ、800か。結構食らわしてくるね。ここは？転移魔法。めっちゃ強い魔法使えるじゃん。はい。ということでクリアしました。まあまあ、マンドラゴラにさえ気をつければ、そこまで難しくは。ないですね。っていうかまあ、一旦初級なんで、まあ当然なんですけど。